はい、こんにちは。ザ・ゲームギャーチャンネルの春99です。今回ですね、プレイレポ編ということで、2019年の9月にですね、私がプレイできたねゲームの方からご紹介したいと思います。まあ9月はですね、いつも通りのね、新しいゲームからですね、少しね古いゲームまでね、たくさんプレイできましたので、その他ね、気になったものをピックアップしてご紹介したいと思います。はい、というわけでですね、2019年の9月ですね、まあ、このね1ヶ月の間にプレイできたものをご紹介していきたいと思うわけですけども、まあ、変わったものからですね、新しいものまでいろいろまあプレイできておるんですが、まあその中でもですね、非常に変わったゲームといえばこちらですね、ホールドーンですね。いやー、これはね、変なゲームでしたね。このビリーさんっていうね、もうおじいさんというか、まあそこそこの年齢の方、この人おじいさんって言うと私とね、いい勝負になってくるんですけど、まあそこそこの年齢の方がですね、まあ事故、あるいはそういうアクシデントにあって、まあ病院に担ぎ込まれたと。で、なぜ彼が病院に担ぎ込まれて、どんな人生を送ってきたかっていうのを解き明かしていきましょうって、まあ非常に不思議な、協力タイプのゲームですね。なんで彼がどうやってここまで来たか、どういう人生を歩んできたかっていうのを明らかになると、1回の協力ゲームの中の目的達成と、こうなってるんですね。で、シナリオタイプになっているので、レガシータイプみたいになってて、最初はそれでいいんですけど、だんだん新しい目的が出てくるので、彼のですね、まあ過去を根掘り葉掘り聞いていくと、まあ、こういう仕掛けになってるんですね。じゃあどういう仕掛けになってるんじゃいっていう話なんですけども、まあ、こんな感じになってまして、これ何かっていうとですね、これ病院なんですね。で、病院で私たち看護婦的なまあ立場になっていて、朝、昼、晩っていうですね、これ3つカードを受ける領域なんですけど、まあ、朝に彼に会うチャンスがあって、昼に会って、夜に会ってっていうね、3回ぐらいチャンスがあるんですね。で、それぞれですね、まあ、容態が変わったりするわけなんですよね。で、まあ、ここね、それぞれカードが出てくるわけですけども、その彼の容態に応じて、ここのとこ、まあ、これも同じようなところなんですけども、まあ、どのスタッフがどう言って、しかも治療をするのか、いやいや大丈夫だねって話を聞いてあげるのか、なんていうことによってですね、まあ、ゲームの速やかあると。で、場合によってですね、もう非常にこう苦しくなってると、体が悪くなってるっていう時に、じゃあ助けなければっていうこともあったりして、こう、彼が、この、体本当に悪くなって、本当に一番上ってこれ命なんですけども、まあ、お亡くなりにならないように維持しながら、体をいい状態に保ちながら過去の話聞いてる。でも結構ね、これ、まあ、病気か事故かちょっとよくわかんないんですけども、これ結構ですね、体調悪くなることが多くて、ここをいかに維持するかっていうのが、まあリアルでもあり、なんで私たちナースっぽい人なのに、この人の過去を根掘り葉掘り聞いてるんだろう、 CIA とか FBI なのかな、なんてですね、不思議なゲームでしたね。で、まあカードを、これね、もらっていくと、まあ、彼の話は聞けると、まあ、こういう過去の、こういうことだったよ、みたいなね、ある時の情景みたいなのがあって、その中にはですね、こういうぼんやりした写真みたいなのがあるんですね。これ、まあ、レガシータイプなんであんまり出しませんけども、で、これがぼんやりした記憶で、さらにこれを話を聞いていくと、これ鮮明な絵のバージョンもあるんですね。そうすると、この時彼ここにいたんだとか、他のこの人と一緒にいたんだみたいな、これよくわからん空間がわかるようになってくるっていうですね、非常にこの、まあ、レガシータイプいろいろ出ていますけども、ある人の人生を振り返って、その記憶がだんだん明らかになると。それはどうなのかっていうと、病院でその人が、ああ俺はあの時とかなんとか言ってるのをこう聞き耳を立てたりですね、話を聞いていくことによって、体の治療をしながらメンタルケアをしていって、過去を遡っていくっていうですね、まあ変なゲームでしたね。いや、本当に、これ何やってんだろう私たちって言いながらですね、プレイしたっていうですね、こういうゲームでございました。まあ、これ日本語版で出ないのは思うんですけどね、このホーリングオンザトラブルドライフオブビリーカーっていうね、ゲームなんですけども、まあ、どっかでですね、やる機会があればお試しいただければなと思う、本当に不思議なゲームでございました。で、まあ、不思議なつながりでいけばですね、こちらですね、まあ、QE ですね。まあ、これしばらく前にね、ツイッターその他ブログ等でもね、話題になってたゲームやらせてもらったんですけども、これセリゲーなんですよね。で、セリゲーで各プレイヤーが各国を代表していて、私はこの時は確か中国だったかな。まあ、中国とかアメリカとかイギリスとか日本とかもいろいろあるんですけど、それぞれにまあ産業系のタイルみたいなやつがまあ5種類ぐらいあるんですね。で、そこには数字が書いてあって、まあ、それをセリゲとしていくと。
で、基本書いてあるタイルの、まあ、数字が大きければ点なんですね。まあ、単純にそれも点数になるということ。まあ、こんな感じなんですけどね。この丸いタイルが全部そうなんですけども、競り落としてるんですけども、まあ、これが数字がこの1だか2だか3だかって書いてるのを単純に点ですよと書いてあって、これが集めれば多いのと、まあ、セットコレクションもあるんですね。同じ色ばっかり集めるとか、全種類集めるとかあるので、まあ、セットコレクション要素もあったり、自分の国のタイルもあるので、自分の国のタイルも集めればいいっていうのも非常によくあるタイプなんですけど、これも集めていきゃいいと思うんで、競りなんですね。で、競りなんですけど、この時も教わったのが、びっくりするセリフで、まあ、言いたくて言うんですけど、皆さんの予算は無限ですって言われるんですね。なんだそりゃっていうね。競りゲームなんだけど、手持ち予算無限なんですよ。一体いくら書いても OK と。こういうことになってるんですね。いや、いろんなですね、競りゲーム、まあ今までまあ、プレイ散々してきたわけなんですけども、これはね、初めて聞きましたね。お金無限というね、競りなのに、お金無限かよっていうね、感じなんですよね。で、まあどうするかっていうと、これ自分のね、タイルなんですけども、これは本当は隠してるんですよ。隠してるんですけども、まあここに買いたい額書くんですね。まあ通貨は何でもいいんですけども、ユーロでもドルでも何でもいいんですけど、みんな違う国なんですけども、まあこの時は単位は円で言ってましたね。みんな250円とか言ってたので、世界共通貨の円で会話するんですけど、これいくら書いてもいいんですよ。私サンプルの時はこう2兆円とか書いてました。何を書いても2系ドルでも何でもいいんですけど、で、一番高い金額書いた人は勝つんです。もちろん競りなんで、予算は無限なんです。いくら書いてもいいんですけど、もうピンときた方いらっしゃると思いますけど、一番たくさん使った人は負けなんです。なので、2番目に使って勝ちたいんです。何回も競りをするんですけど、合計金額が一番多い人だけ失格になっちゃうので、2番目になりたい。で、2番目でなおかつ多く勝ちたいですよね。一番もう勝ってる人はね、もう一番お金を使ってる人はもういくら何でもいいですよ。もう破産なんで。もうおしまいっていうことになってて対象外なんで、2番目にお金を使った状態で一番価値があるタイルを買いたいと。こういうことなんですね。で、やらしいのが実はこれね、250って書いてるのは、実はこれ自分のとこ、胴元が順番に回ってくるんですけども、山札から出てきたら、このジャパン3っていうの黄色っていうやつを、これが競り対象なんですね。で、私が胴元だったんです、この時、CA のチャイナが。で、まあ、定時額250ですと。こう書いてるんですね。だから、みんながいらなければ私は250で買いますよと。こういう話ですね。で、みんなこれを見たら、自分の国のタイルの裏側に内緒で金額を書いて私にくれるんですね。で、くれたら私だけが見るんですよ。私だけが見て、私のこの250より高い金額の人がやれば、ああ、イギリスさんおめでとうございますって言って返す。これだけなんですね。で、その返すときに、これね、実は裏面のところにちゃんと、まあ、これそうなんですけど、金額書く欄があって、それが一体いくらで競り落とせましたよっていうのを相手にね、分かる。最終的にこれ合計しまないといけませんから、いくら使ったって分かるように書いて返すと。これね、みんながいくら使ったか分からないんですよ。全然。みんなが分かってんの、あれ、ハルさん250を出して、イギリスのプレイヤー勝ったっていうことは、250より多かったんだな。でも私も280って書いたから、280よりは高いんだなっていう相対的な位置は分かるんですね。で、買いたくなきゃこれ0って書いてもいいんですよ。まあ、250より安い額書いてもいいし、いくら書いてもいいんですけど、10円って書いてもいくらでもいいんですけど、みんなが合計でいくつら使っているかっていうのは、ずっと分かってないんです。こんな風に裏目になってるから。なのでセットコレクションの一部もね、最初からもらっててシークレットも情報もあるんですけど、いくら使ってるかずっと分からなくて、相対的に彼結構使ってるように見えるんだけど、僕もさっき高く突っ込んじゃったしなみたいなことをずっとやっていくんですね。予算無限なのにケチになっていくんですね。自分が一番使ってるんじゃないかと疑心暗鬼になって、これ変わってるんですよね。競りなんでね、みんな分かってるんでね、こうガンガン行けばいいもんなんですが、みんなが一体いくら使ったかはっきりわからない。分かってるのはみんなの予算が無限だっていうことと、点数をどのぐらい取ってるか分かるんですね。これみんな見えてるから、何をどのぐらい競ってるか分かっているので、シークレット以外は全部公開なので、おおよそ点数は分かってるんで、彼より勝ちたいけど、彼ひょっとしてドボンしてるんじゃないのなんていうことを疑心暗鬼しながら進めていくということで、これね、最高でしたね。もう一回言います。大丈夫だから。最高でしたね。この競り、今までいろんなね、競りゲームやりますけど、
やってきましたけど、いやーこれはいい。国内流通がねほとんどないのが本当に残念ですけど、非常にシンプルな一発物競りですよね。胴元が順番に回ってくるんで、自分の順番になったら次の入札のタイルはこれですって言って、じゃあ私が買うんだったらじゃあ1500ぐらいかなとかね、勝手に書いて、じゃあそれを元にみんなが買いたいか、誰も買わなかったら自分が1500できとるしかない。さっきの裏目に書いた数字に確かに1500って書きましたよって全員に見せて持つ。あるいは誰かが1750と書いてくれたら、あ、じゃあ1750ですねって私だけが見て本人に返すと。お、1500以上で買ったなあいつっていうのが分かると。これを繰り返す。いやー、これはね、競り正直私ね、もう正直あんまり最近好きじゃないんですけども、これはよくできてると思いますね。これ心理合いの読み合い、全体のみんなが使ってる額が分からないっていうのがこんなに面白いとは思わなかったですね。いろんなね、競りはまだ本当にたくさん出てますけども、一つの傑作の形。もちろんメンバーにもいるんですね。むちゃくちゃな金額つける人いたら一発でゲームぶっ壊れますからね。だから彼2兆円って言ったんだったら、もうそれより安ければ何でもいいよねとかなっちゃうんでね。まあそれも、でもね、2兆円とかつけたのも、本人と胴元しかわかんないんですよ、その時ね。なんていうことがあるので、まあ、ゲームぶっ壊れないようにするっていうことはもちろん大事ですけどね、競りは意外にそうなりやすいんですけど、それを除いてもこれは最高のゲームでしたね。いやー面白かったですね。近々入手なんとかねしたいと思いますね。で次はですね、こちらですね、これフレッシュウォーターフライですね。まあ人口の新作のチェックの時にもですね、今年の2019年エッセンの時にもチェックしたんですけども、キックスターターも出回ってるんですね。まあ早いですよね最近ね。でこれ前1個前のねシリーズの作品がですね、まあ海釣りだったわけなんですけども、今回川釣りになっていて、こんな感じになってるんですね。これあのキックスターター版なんで、あのコンポーネントがねちょっと豪華になってますんで、流通版とはちょっと違うと思いますけども、まあ非常にやってみた感じ軽いタイプのファミリーゲームになっていましたね。あのこの真ん中のところにですね、まあ、魚がいっぱいいるんですね。で魚がいっぱいいて、この下の段のところにコマがいっぱいあるんですけども、まあ、これは食べる餌なんですね。でこいつら全員何でもよくって、この下の餌なら何でも食うよっていうことになってるんですけども、まあ、この餌と合致する、まあ、これが好きな、まあ、趣向なんですけどね、これが好きなものの、これに合致するルアーを自分の手元の方につけておいて、じゃあここの自分のルアーをつけたから、これ浮きなんですね。ここにあの投げ込みますよ、ルアーをね、っていうのを宣言するだけなんですね。で宣言したらもうこっから完全に運でして、4枚カードがあって1枚当たりって書いてるんですよ。でそれ引くだけなんですね。で引いて外れたら1個下流に降りるんですよ。1個下流に降りて、その次のどっかのところのどれをじゃあ釣りたいですかっていうのをまたやって、残った3枚から今度2枚引くんですね。で2枚引いて当たればもちろん当たりですし、外れたらもう1回だけ降りれるんですね。もう1回降りて最後引けばもう1枚しか残ってない、絶対ヒットしますと、こういう仕掛けになってます。ただし例えばこれ青のルアーを使ってれば、ここの上にも真ん中にも下にもあるんで全部ヒット、ね、できるチャンスがあるんですけど、灰色とか黄色を使ってると最後のところにはないので、最後まで降りてきたけどここには食べる魚がいませんでしたなんてことになるんで、まあ、ルアーの選択も非常に大事ですし、これ1回釣り上げられることがこれねどんどんどん減っていくので、必ずしもいつも万能のルアーがないっていうあたりが厳しいわけなんですけども、もう正直それはね完全に運でした。でゲーム自体はダイスのですね、まあ、ピックアップドラフトみたいになってるので、親番の人がサイコロを全部振って、ここのサイコロいっぱい見えてますけど、6番っていうのが自分手番残ってれば6の列に投げれるし、4だったら4の列が投げれるし、なんてゆるいダイスドラフトになってましたね。で1回ヒットしたらこれ自分手元のとこなんですけども、まあ、こいつのところが緑、黒、黄色って3種類魚がいるんですけど、私は小物ばっかりしてたんですけど、緑のところだったらこれがねリールなんですけど、リールを1周回して終われば釣れると。黒だったら真ん中に方に最初に入って、1回左にずれてもう1回左にずれると釣れる、つまり2周リール回らないと。黄色ならもうご存知のように3周回らないと、なんていうことになっていて、大豆をピックアップしたら大豆ピックアップもこのリールが回るんですね、1回釣れてると。なので最初川から大豆のところの目のところに浮き輪を投げて、まあ、ルアーを投げて、そこが釣れれば自分の手元にやってきて、その後再びもう大豆をピックアップし続けてリールをぐるぐる回して一周回せれば釣れますよと、まあ、こういう仕掛けなんですね。でもちろん魚にはいろんな名前があるので、自分のねこれプレイヤーボードの実は右下のところの得点ボードはみんな違うようになってますんで、まあ、特定のお魚、私だったらグレーリングとブロックがやったかな、まあ、これを組み合わせれば点になりますよみたいなのがあるので、特定の魚を狙えば追加の得点になるっていうのもあるし、魚には全部点数が書いてあるのでその分だけ追加の点数がもらえますよ、なんていうことを基軸にしながら
ゲームを進めていくと、まあ、非常にこうなんかもうちょっとこうシリアスなゲームかなと思ったんですけど、まあ、しょうがないですよね。ダイスなんでね、もう1しかないもんとかね、3しかないもんとか、もちろんあのダメな時はですね、これパワーが貯めるのがあって、このパワーが貯めると追加でダイスの目を変えることができたり、ルアーを変えることができたりするので、選べるダイスがない時はこうまあパワーを貯めていくなんていうね、救済措置ももちろんあるんですけど、思っていたよりは非常にライトな、これ多分一番最初かな、すごいいっぱいね食べる差ありますからね、非常にライトな感じのゲームで、ダイスでピャって投げて、あとはくる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 このねルアーを回すというところを収集するというタイプのゲームになっていましたね。最初にこの本ね全然何もないですけどね、非常にライトな感じになっていましたね。なのでまあなんていうんですかね、ヘビーゲーマー向けゲームでは全然ないですね。ゲーマー向けゲームではないんだけど、まあ、軽いタイプのゲームとして大豆のピックアップドラフトっていうのはそれはそれでいいんじゃないかなと思いますね。特にあのさっきの岩のとこですね、これかな、これね岩がちょっとあるんですけど、こことかあるんですけど、岩の周囲の魚を釣り上げると、まあ、フックすると特殊能力ももらえるんですね。なんかよくわかんないけど、なんか新鮮な苔を食べた魚なので、そいつを釣り上げるとなんか能力もらえるみたいなことがあるらしいんで、ここのね魚のどれでもよくて、最初この辺からみんな狙いたくなるんですね。そうするとねダイスをプラス1できるとかね、とんでもない能力がいっぱいあるので、まあ上の方にも並んでますけど、特殊能力がもらえるんで、こうそういうちょっとした駆け引きもあったりして、その辺もなかなか面白い感じになっていましたね。まあ、これがねフレッシュウォーターフライですね。まあ年末かどっかには国内にも流通するんじゃないかなと思いますので、まあ、軽いタイプのダイスドラフトピックアップをね探している方にはすごくいいんじゃないかなと思いますね。で、あと気になってた、これもやらせてもらいましたね。メンタルブロックスですね。先日のですね、ジェンコンのね、レポートの特に参加させてもらって、周りでまあ、えらい盛り上がってたな、ということを覚えてたので、先日やらせてもらったんですけども、いや、まあ、これ難しいですね。難しい。これ、こんなに積み木、実際はこれね、プラスチックかなんかかな、発泡スチロールかなんかの、まあ、ものすごい軽いやつなんですけど、まあ、これが、まあ、こんな感じでね、いっぱいあるんですけど、これを組み立て上げるんですよ。で組み立て上げることができたらあの成功っていう、まあ、協力型ゲームになっているんですけど、まあ、お題がね、まあ、すごいいっぱい本当に、まあ、お題があるわけなんですけど、これを、まあ、こんなお題くれるんですよ。でこれ立体なので上下左右の、要は前後左右か、上からじゃないんですけども、前後左右のどっちの面から見たのかはわからないんですよ。書いてないんだけど、どっかからの面で見たらこうなるようにしなさいっていうカードをくれるんですね。だから他のプレイヤーもこれをみんな持っていて、全員のが同時に満たせるようになんとかこの棒を作り上げろと、一定時間内でと、こういう仕掛けになってるんですね。これ実は人数が多くなったら上から見た斜めの俯瞰図みたいなやつももらえてて、その人は逆に色書いてないんですよ。だから色はわからんけどこういう形になるはずみたいなのも持っているので、ここのね組み合わせまた憎いわけなんですよね。だから私はこれ合ってるけど、あれ操作し替えたらね、私の壊れちゃうから、みたいなこと話し始めるんですね。なので、みんなが自分のゴール目的を同時に達成できるように、なんとかかんとか、ちょっとこの辺組み立ててみようかとか、ね、一回ここで誰からもが正しいように仮組みしてみようかなんていうことを話しながら、徐々に進めていくと。で、もちろん慣れてきたら、例えばこれ私はですね、青ブロックしか触れないとかね、めちゃくちゃ言うなよ、みたいなね、いうものもあって、ハンデ戦みたいなのもあったりしますし、さっきのこれも表裏が実はあるんですね。表裏があって、それによって難易度も変わるなんていうこともあって、この多人数わちゃわちゃ系協力ゲームっていうの中ではこうかなりいいような気がしましたね。ちなみにさっきのね、青色しか触っちゃいけないっていうやつは、青色のブロック2つ使ってお箸みたいに挟んでもいいって言われたんで、なんだそれやって言いながら挟みながら置いてましたね。ただ難易度が難しくなると、挟めるほど2個残らないので、一旦組んだやつを剥がして、またこう持っていって再び組み直すなんてことね、しないと足りませんよとかいうね、お話を受けてね笑ってましたけど、このわちゃわちゃ感がある協力ゲームとしてはかなりいいんじゃないかな。で、奉行問題がね、これ起きないんですよね。というか起きえないんですよね。だって人の答え知らないから。私のとこでは正しいけど、彼では間違えてる。彼は正しいけど、彼女は間違えてるってのは、それだけは分かってるんですけど、ちょっとお前の貸してみなよとか言えないんですよね。俺のこれは正しいかよってのはできないので、奉行問題を完全にクリアした協力ゲームということで、これは一つエポックメイキングじゃないかな、なんていうふうには思いましたね。これ面白かったですよ。これね、国内流通してほしいですね。言語依存はさっきやった、これだけなんでね、このね、お題だけなんでね、これね、うまく国内流通してほしいかな、なんていうふうに思いますね。
で、こちらがカートグラファーズですね。これ、最近なんか地図作るゲーム流行ってるんですかね。ライナー・グリサさんもなんか出てましたけども、地図作りゲーが実は火星の次に流行ってるのかななんてね、思いながらですね、まあ、見ておったんですが、これロールプレイヤーの世界観を利用したゲームなんですね。で、いわゆるカンペーンゲームになってまして、ちょっとこれ逆転してるんで難しいんですけど、これ春、夏、秋、冬ってまあ4つありまして、で、春は A、B、夏は B、C、秋は C、D、冬は D、A っていうところの下にあるカードが点数になりますよっていうことなんですね。で、例えばこれだったら、特定の横に置いてある緑の点になりますよとか、これだったら、まあ、神殿っぽいやつのところと、その横にある水が点になりますよみたいなものがあるので、これね、ちょっと言語依存があるんですけど、これを気にしながら自分のとこの紙ペンを書いていきましょうと、そういう形なんですね。で、どうやるかっていうと、まあ、紙の山札があるので、こっから1枚ずつペロッとめくられるので、じゃあめくられたら今度水の形です。水を縦3本か、このギジャギジャのダブルっぽいもので自分のところに書いてくださいと。で、面積が少ない3本の本したらメダルが1個もらえますよ。メダルって何かっていうと、決算ごとに1点もらえるんですね。これはこれで点数もらえる。春だったらもう最終春、夏、秋の4回もらえるんで、4点になるみたいなことがあるわけですけども、まあ、このどっちかを選んで、自分のシートがこんな風にあるんで、このどこかに書き込みなさいと。で、さっきメダルはね、ここに書くわけですね。で、さっきのカードをだんだんめくっていくと、カードの方には、ここのとこ数字が書いてるんですね。この数字が一定の合計数に達成すると、その季節が終わりですよ。で、これなんだれないように、春、夏、秋、冬で、どん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 点数が減っていくんですよ。冬になれば、もうあっという間終わるんですね。数枚めくったら終わるなんてことで、どん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 緊張感が高まっていくってことになって、まあ、なかなかにくい演出してるなっていう感じなんですけど、こちらも見やすいですかね。まあ、こんな風になってるんですけど、だからここの奥に並んでるやつが一定合計になったら終わりですよっていうのが、この夏のカードだったら、ここにね、何点で終わりっていうのちゃんと記載されているので、まあ、これを見ながら自分のところを一生懸命、さっきのね、一番最初に、まあ、こんな風に埋めていたやつから、だんだんめくっていくので、だんだん続きを書いて、なんていうことになるんですね。で、このゲームの素晴らしい特徴が、これロールプレイの世界観なんで、モンスターがいるんですよ。モンスターが。で、これなんですよ。ここの中に4つ書いてると思うんですけど、これがモンスターなんですね。あのカードの中にめくったらモンスター書いてる場合があるんですよ。自分でみんなこう埋めなさいって書いてるやつの中に。で、モンスターはもちろん形書いてるんですよ。例えば四角だとか凸型だとか、これだったらまあ、ハの字型に書けとか書いてるんですけど、もちろん回転してもいいんですけど、で、このモンスターって、この周囲の空きマスは全部マイナス点なんですよ、最終的に。これ全部埋めていかないと点数減っていくんですけど、このモンスターを書かなくちゃいけないんですね。で、このモンスター、生意気なくその人間並みに賢くてですね、どういうことかというと、この持ってる紙をですね、隣のプレイに上げなくちゃいけないんですよ。で、私の方にも当然隣のプレイからくれますよね。くれたら、他人の紙にモンスターを書き込むんですよ。最もいやらしい場所に。それはそうですね。モンスター人間並みに賢いからね。ここ邪魔でしょって言いながら書くわけですよ。で、書いて終わったら帰ってきたらびっくりするのを書いてあって、アホやろ、こんなとこ書いたら困るやんか私っていうことになるんですね。つまり、紙ペンゲームたくさんあるんですけど、これ攻撃要素があるんですよ。しかもしょうがないんですよ。だってみんな襲われてるから。私だけじゃないもんってなるんですけど、他人のに書くとけねえよ。ここ本当に困るだろう。だどういう風に点数になればいいかは、みんな知ってますもん。だって、みんな共通なんですから。これを知ってた上で、これは嫌でしょうっていうところにモンスター書いてくれるんですよ。いや、これひどい。ひどいゲームだなと思いながら、ガラガラ笑ってましたけど、しかもこれ面白いこと出ない場合もあるんですね。山札結構分厚いので、さっきの点数が1点になったらその季節終わりって言いましたけど、さっき点数いっぱいになったらね、モンスター出ないんですよ。その代わり次の季節持ち越しになります。ここまたユニークな点なんですけど、だから後ろに行けば確率高くなります。それでも出ない場合がありますけども、そういう仕掛けになっていて、これがユニークなんですね。これがね、まあ、後々まで邪魔なわけですよ。私がだんだん書いてるんですけど、だんだんちょっとめんどくさくなって、森は森森って書いてますけど、これどうにかしてモンスターの周り埋めていきたいんですね。マイナスになるからね。さっきのメダルが1個で1点だって言ってるのに、これがもう空きが全部マイナスになっていくもんですから、なんとかここを埋め切ってやろうと。で、ここを埋め切りながら点数も取りたいわけですよね。で、こういう形になっていって、だんだんで最後こんな風になっちゃうわけですね。どうしてもこのモンスター埋められなかったんですけど、ここにもモンスター来やがるんですね。もういやらしいですね。もうこの埋められん中にってね、こんなとことかね、1マスしかないんだからとか、言いながらですね、戦ってましたね。なので、基本的には非常にオーソドックスです。
どういう形になった点数になるかっていうのもタイニータイムズなんかありましたけど、まあ最近流行りのみんなの共通の点数目標があって、それがまあゲームごとに変わりますっていうことがあって、しかもこれは紙ペンタイプのゲームなので、じゃあペロッとめくったら、じゃあ海で四角形を描いてくださいとか、じゃあ森で三角っぽい、まあ、凸型に描いてくださいっていうのが出るので、みんなそれをもとに自分のところに描くと、一定条件になったらそれをもとに点数を取るというのを4回繰り返す、まあ、こういうことになっておるんですが、かける形が毎回2つ、さっきね、一番最初のカードにもありましたけど、かけるカードの形が2つあるので、それを選んでいいっていうこと、つまり全員同じじゃないっていうことですね。どっちか選んでいいっていうことがあるんで、ここでさらに少しずつ差がどん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 生まれていくっていうことと、憎たらしいモンスターがね、みんな書くと。人間並みに頭がいい。ほっとくとマイナス点になる。そしてさっきの得点を妨害するような場所にやってくる。みんなずーっと自分の点数がね、どうなれば点数が高くなるっていうのはずーっと考えながらプレイしているので、すごい嫌なとこ出てくるんですよね。ここがね、これなかなかよくできてるなと思いますね。若干ね、やっぱりこの得点要素の中のところね、言語依存を書いてやるのと、パッと見この絵からね、どういう形になったらね、点数になるかちょっと分かりにくいのが弱点ですけども、これはこれでですね、今年プレイした紙ペンゲームの中でもかなり上位に入るんじゃないかなという感じなので、非常に面白かったですね。これもね、国内流通してほしいですね。まあ、日本語版が出ても不思議じゃないかなというふうに思いますが、ちょっと紙ペンゲームね、出すぎなので、日本語版までいけるかどうかはちょっと分からないですね。で、こちらの懐かし枠ですけどね、宇宙船カタンですね。久しぶりにやりましたね。宇宙カタンがリメイクされそうですけど、これは宇宙船カタンですね。宇宙船カタンね、私ね、時々取り出して、だいたい1年に1回か2回ぐらいずっとプレイしてるんですけども、こんな形のね、自分の宇宙船を2人が持っていて、まあ、ここの宇宙船を利用して、上の方にね、山札が4つあるんですけどね、これが宇宙なんですね。自分の手番になったら、この宇宙のどっかを飛んでいくと。飛ぶっていうのはどういうことかっていうと、上からペロ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 っとめくっていくってことなんですね。で、めくっていくと攻撃する場所とかトレードする場所とか物を交換してくれるっていうのがあるんで、持ってるのはもういつも通りですね、もう、麦、まあ、食料ですね、麦と、まあ、水と鉄鉱石と、まあ、パイプみたいな不思議なの持ってるのと、箱ですよね、ボックスとエネルギー、まあ、こんなのを持っていて、まあ、これを交換すると。で、交換して一定以上自分のところに持っているとレーザーガンが作れたり、うちの後ろの方で、ね、ロケット排出口があるんですね。まあこれですね。まあこれにがパワーアップできる。あるいはここのとこ裏返ってるのがありますけど、自分のところに変換ですよね。サイコロを振るんですけど、サイコロ振ったらよりたくさん物が出るとか、ある程度の条件になった時に何かと交換できるかというのが、まあどんどんどん能力が増えていくと。まあなんていうのがあって、自分の宇宙船を改良しながら進むと。っていう形になってますね。ではどこにカタンの要素があるかっていうと、手番の最初にサイコロ振るんですよ。サイコロ振ると物が出るんですよね。相手も味方も、ここだと2、3が出たらエネルギーって書いてますけど、相手にももちろん持っているんで、お互いに出ると。で、交渉は2人だからないんですけど、相手からね、無理やり買い取ることができるんですね。若干安い価格で。いうので、お互いこう買い取りながら、最大騎士みたいな形で、最高に、この、海賊が出てくるんですね。ここちょっとチラッと見てますけど、海賊をやっつけるには、この自分のね、レーザーガンがいるんですけど、レーザーガンプラス大豆で勝負するんですけども、レーザーガンで、あ、これが見えてますね。レーザーガンでやっつけると、民衆のヒーローみたいな、まあ最大規制みたいなことがあって、点数をもらえるとか。まあ最高にですね、これクエストなんていうのもあの山札の中にあるので、そこのどっかの星のとこまで行って、自分の食料を払うと、こう、だんだん有効度が上がってくるので、最大有効度で何点とか、いうのがあって、まあ10点取ればいい。これね、コロニーとかにも全部コロ、メダルがついてる。これ全部1点なんですけども、これで10点取ればいいですよっていう、まあぶっちゃけ最初にサイコロ振るっていうのと、10点取ればいいぐらいが、まあカタンと似たような要素なんですけども、まあこういうのをやっていましたね。これね、こういうクエストがね、ずっとあるんでね、どこどこへ行って何々使ってくれたらいいよみたいな、この有効度が上がるとメダルくれるわけなんですけどもね、いうゲームになっていましたね。まあこれやっぱね、非常に面白いんですよね。これ全然日本語になってないの残念なんですけど、今だと受けそうですけど、まあ完全2人専用というのとかが危険かもしれませんが、この4つの山札の中を何枚めくれるかっていうのは、さっきエンジンに依存してるんですね。エンジンが大きくなればなるほど、こう一気にめくれるんですね。で、相手のプレイヤーにめくってもらって、じゃあこれが出ました、これが出ましたとか、海賊が出た時だけ見せてくれないで、海賊があんたから参勤よこせって言ってますけど、どうしますか、参勤を出しますか、戦いますかみたいな強さを教えてくれないんだけど、そういうイベント要素もあると。こういうのもあって、お互いずっと飽きないんですね。相手のプレイヤー必ず自分の手番のところでサイコロ振って資源を得て終わったらどっかを選んで絶対プレイするようになってるんで、待ってるプレイヤーがもう必ず参加できるんですね。その人のためにめくってあげるっていうことがあるので、待ち時間の暇さがね、ほとんどないっていう面白さと、この宇宙をどん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 解決していくと、さっきやったように、この手元に入ってるカードはあの4つの山札からどん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 抜いていくんですね。どん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 抜いていくんですけど、抜いていくと、
この4つの山札ね、さっきの山札からどん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 抜いていくんですけど、抜いていくと効率ってこの奥の方にかあの山札が実はあるんですけど、ここはどん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 補充されていくんですね。この山札の方はどんどん補充するんですけど、上の方から近い宇宙で下へ行くほど遠い宇宙になるようにちゃんと山札が4レベルに分かれているんで、ゲームが進むとね、強い海賊もやってくるし、すごい強力な星に出会うこともできるようになってるんですね。だから早くより遠くへ行きたいっていうニーズができるようになっていて、この2人用で駆け引きがある簡単な SF ゲームっていうところでは、これ本当にお気に入りなんですよね。全く再生産されないので、実は全体的に評価すごい低いのかもしれませんが、これね、久しぶりにやって非常に面白かったですね。これ機会があればね、ぜひプレイしていただきたいし、再販してくれないから、もう今高いんですよね、これね、いうのは残念なんですけども、チャンスがあればぜひプレイしていただきたい作品ですね。この時もね、最高に面白かったですね。9対9までもつれ込んで、もう本当に引かなかったんですよね。なんとかこう最後なんかクエストをもらえないのかなとか言いながらね、飛びまく、宇宙をね、みんな飛びまくってましたね。面白かったですね。で、これですね、もう完全にノーチェックだったスカラビアですね。全く気にしてませんでした。あ、出たんだぐらいしか持ってなくて。いやー、私向きでした。最高ですね、これもね。もう最高のゲームしかないんですけど、最近ね。こんな感じのゲームになってるんですけども、これもさっきの地図作るやつと同じように、こういうね、テトリス張りの形、これ永久にみんなテトリス張りで通じるんですけどね、最近の若い方は通じるか分かりませんけど、こんな形があるんですね。これいっぱいここに置いてありますけど、これ全員みんなボードを持っていて、この下も組み立てられるようになってるんで、この下の組み方は全員同じ形に最初組むようになってるんですけども、これもね、カード1枚めくるんですよ。ペロッとめくったら、じゃあひし形みたいなやつとか、まあ、四角のやつとか、凸型とか W とかいうのを引くんですね。で、今回のこっちのゲームは全員共通なので、全員同じね、大量の種類持ってるので、自分の例えば W っぽいなら、これをどっかに置く。どっかに置く。どっかに置くっていうのを、まあ、絶対に置かないといけませんよ、ということをしていくんですね。で、何をするかっていうと、このスカラベですね、これね、スカラベを、見えるように囲い込んでしまう。見えるように囲い込んでしまうと、空いてるところの最後の囲ったマス数かけるスカラベの数が点数になる。こういう形なんですね。ここだと1個、2個、3個、4個で囲ってやって、スカラベが2個ありましたよということなので、空きマス分なんです。スカラベ1個4点なんですね。こっちも4点。だから合計8点なんですね。こういう形ですね。ここも壁が外でもいいんですけど、1個、2個、3個、4個でくくって終わったので、これ最初から時でもこれ大丈夫なんで、1個なんで4点。ここも3マスあって、スカラベ2個あるんで3点ずつと。こういう仕掛けになってるんですね。ここだと非常に1マスしかないんで1点なんで、なるべく大きい空間を残したまま、スカラベをなるべく潰してしまわないの。どうしようもなかったね。スカラベを置いて潰すしかないんで、スカラベを潰さないようにして、囲いたい。そういうゲームですね。まあ、非常に苦心してる。なんとか4点、4点、4点、4点でこう取っていってるわけなんですけども、どうにかしてうまく潰したいということがあって、いわゆるテイクイットイージータイプの全員に同じお題が出る。それを自分の手元にそのタイルを配置していかなくちゃいけないっていうタイプのゲームなんですけども、その形を残すと。で、しかもいかにうまくボードに印刷されているスカラベの数を残しながら、大きい空間を作るかというところがですね、これまた非常に面白い。これはお手軽で良かったですね。もう一回プレイして、あ、分かった分かった、ちょっとマップ変えてもう一回すぐやりましょうって言って、珍しく連戦でゲームしたぐらい面白かったですね。これあんまり、まあ私が最近ヘビーゲームのちょっと寄りすぎてるかもしれませんけども、あんまり話題になっていないような気もしますが、これはこれで非常にこの9月面白かったですね。なので、まあね、根本的にはね、さっきのね、この地図のカードグラフィーと似てるんですね。こう自分でみんな書いてるんですけども、こちらはかなりややこしくて複雑な形になるんですけども、同じようなことをやってるんですけども、こちらはこちらで全員のね、やっぱり物理的にはめ込んでいくって、やっぱりね、根本的に楽しさがありますよね。こうやってうまく作れないかなとかね、くる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 回して、どこに配置するんだよとかね、もうそんなの置けないよなんて言いながらやるのは、これはかなりイケてる感じがしましたね。私もこれちょっとね、キンキン入手しておこうかな、なんていうふうに思ってますね。
はい、というわけでですね、2019年9月のですね、プレイレポートについてご紹介いたしました。まあね、たくさんね、ゲームの方しておるんですけどね、もうすでにレビューでね、ご紹介しておるものもありますね。まあ、例えばトラモスウェイとかね、あれもね、デッキビルディングプラス蒸気でね、すげえ痺れるゲームだったので、すごい良かったなとかね、思ったですね。まあ、トランスアメリカのですね、まあ、日本マップ付きとかね、まあ、プレイしておったりするんですけども、まあ、非常に印象に残ってご紹介したのも今回のゲーム群だったかなと思いますね。まあ、軽いゲームもね、たくさん出ておるんですけども、メンタルブロックスもね、あるようでなかったようなゲームですし、スカラビアもね、あれこれどっかで見たようなことないのかなとか思いながら、これは新しいなとか思いましたし、 QE なんかね、競りです、予算は無限です、はみたいなこと言いながら、みんなだんだんケチになる、こういうね、非常に変わったねゲームがたくさん出ておりました。またね、来月の10月になるとね、もうそろそろジェンコンあたりのものとかですね、まあ、キックスターターのもので、エッセン直前ものがね、またまた溢れてくる時になるんでね、また楽しいゲームをご紹介できるんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。はい、ということでですね、今回ですね、プレイレポ編ということで、2019年9月をね、ご紹介いたしました。またね、次回の動画等でお会いいたしましょう。ザ・ゲームチャンネルのある99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。